こいのいい加減諦めんか。お主も運が悪いの。まあここであったのも何かの縁。さすがのわしも見殺しは夢見が悪い。少し時間を稼ぐ。合図をしたら一気にあやつの横を駆け抜けよ。いいな。君は気にする。適当に逃げるでも。何を。見殺しは夢見が悪いだろ。すごいのじゃ。ぼやーってしてると思ったらなかなかの使い手ではないか。お主見どころがあるぞ。ん、どうしたのじゃ。しっかりせ。おいおい。あなたが未来を私フェステよろしくね。お兄ちゃん遺跡で倒れちゃったの覚えてる。運ぶの大変だったんだから。あの遺跡は最近発見されたばかりで他の人はほとんど知らないはずなんだけど、どうしてあんなところにいたの。どうしよう。倒れた時に頭打ったとか。でも大きな怪我はなかったし。あ、そうだ、名前は。それ以外は思い出せない。そうなんだ。あなたも。記憶がないのに一人は寂しいの。実はフェステも昔のことはあまり思い出せないんだ。だから仲間だね。そうだ、フェステ、お兄ちゃんの記憶を取り戻すお手伝いをしてあげる。遺跡で助けてくれたでしょ。だから今度はフェステに助けさせて。よーし、そうと決まったら行動あるのみ。体が大丈夫そうならもう一回あの遺跡に行ってみようよ。何か手がかりがあるかも。よし。あ、そうだ、出かける前にこの宿帳にサインしておいてくれるかな。よっしゃー。宿帳とは仮の姿。これはわしとの下僕契約書じゃ。これでお主は今日からわしの下僕じゃ。キリキリ働いてわしの借金を減らしてもらうぞ。な、お主なかなかに良い腕をしておったからな。このまま逃すのは惜しいと思っとったんじゃ。では改めて自己紹介じゃ。わしはフェステ、人呼んで永遠の美少女よ。何心配するな。お主の記憶の手がかり探しを手伝ってやるのは本当じゃ。ついでにだがな。では行け、我が下僕よ。まだ見ぬお宝が待っておるわ。とまあそんなわけでよろしくね。さてまずはこの宿の亭主に挨拶じゃな。遺跡からお主を運んでくれたんじゃ。
礼くらいは言っておくがいい。亭主なら1階のカウンターでふんぞり返っておるぞ。